ボードの時間が始まりました。いらっしゃいませこんばんは。こんばんは。今日はどんな感じでカシャカシャありましたけど、どんな感じでいきます。ビールからもらおうかしら。ビールからマスターおすすめは。あ、僕はね、今日はね、やっぱりね、レモンサワー風向きないよ。さあ、ということで今回はとある女子レーサーとリモートがつながっておりますので、そちらをご覧ください。どうぞ。というわけで今回は三重支部の高田光選手がリモートで登場。豪快なレーススタイルと豪快なキャラクターが魅力の女性ボートレーサーです。さあ、というわけでですね、今回も人気女子レーサーつながってますよ、はい、まあまあ休み長いと思うんですよ、ね、大丈夫かな。三重支部より高田光選手よろしくお願いします。お願いします。あ、どうも。高田ちゃん初登場じゃない、ボートの時間。はい、初めてです。高田さん、これ5月16日オンエアですけど、はい、高田さん今フライング休み真っ最中でしょ。はい。何日休みでしたっけ。90日です。90日か長いな。そうですね。いや、でもどう、そのゆっくり休んでて今このご時世ですけど。そうですね、トレーニングと練習以外何もやることないですね。あ、でもマジで何してんの毎日。いや、ほんと何にもしてないんですよ。でも手元の資料によると趣味はアニメのコスプレ。はい、はい、コスプレなんかしてた。ちょっとだけかじってた。かじってた。かじってただけよ、はい、かじってて、さあこれからってなったらこうコロナになって、こうイベントとかがこうどんどんなくなってったっていう。でそんななんか趣味とか言ってるけど、パチスロやろ。え、趣味スロットやん。あ、手からせる力せるね。最近その趣味は行ってないの。最近も全然行ってないですね。あ、そうなの。もうずっとトレーニングするか、あれもう練習行くかだけ。トレーニングして練習行って30分だけ家に行って帰る。行ってるやん。行ってるやん。30分でそんな勝負できないでしょうよ今。いや、だから30分はこれ行ったうちに入らないでしょ。いや、入るよ。もう一回入ったら入るよ。こんなんもう四捨五入したらないもん。ないもん。四捨五入せんでいいよそれは。あとほんまスロット好きやしさ、お酒は飲まないのよ。そうか、はい、料理とかするん。料理します。それ家。家です。一人暮らし。一人暮らし。あ、まあなんか余計なこと言ったらあかんか。ごめんごめん。いやいやいや。いや、分かれへんやん、そんなんは。あ、そっかそっか。年頃やから。いやいや、ほんまになんもないんです。ほんまのこと言って。いや、ほんとですよ。10時から並んでるやろ。いや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 、10時まで練習。10時まで練習やったらから行けるやん。早朝にちゃんと仕事しまして。しかもね、三重のパチンコ屋さん9時オープン。早めやん。その名の通りピカーと光るパチスロが大好きな高田光選手、いつもド派手なヘアスタイルにもこだわりがあるようで。でも高田ちゃんといえばやっぱりもう髪の毛の色なんですよ、うん、毎回変わってんねん。今もめっちゃ何色よ今回は。今はちょっとピンクっぽい感じで、でもこの収録終わった後美容室行きます。なんでやねん、収録前に行けや。次は どんな感じにすんのよ。次はね、いや、わかんないんですよ私、これいつもお任せで言う。あ、そうなの。はい。でもさ、ほんまさ、いつも色違うからね、はい、本当に。そうですね。すごいよね、だからそういうのは好きなんや、美容室とか。そうですね、なんか今のは美容師さんがすごいこう相性がいいというか。ほうほうほう。なんかいつもこう私のオーダーの仕方が、うん、女性らしさと個性的の間でって頼んでるんですけど、うん、何なんその冷静と情熱みたいな言い方。何言ってんだよ。バランスがね、難しい。ほんまに、女性らしさと個性らしさの間でって頼んだら、うん、いつもなんかいい感じに、うん、はい。でもだってずっと休みやからもう店に行くとこもないやん今。そうなんですよ。練習に。明日からスタート訓練で、壁縄に行くんですけど、まあちょっと一応壁縄のやつらに見せつけるかな。いやいや、壁縄のやつらもそんな、一丁あいつ髪の毛の色変わってきたんだってならんぞ。高田ちゃん。そうですね。ならんよ。見せつけるあいつ。ならんか。ならんなら、また色変わってるなぐらいよ。ならんか。ならんならん。
この収録の後、壁難訓練に向けて髪色にも気合を注入した高田光選手、なんということでしょう。匠の技でさらにド派手なピンク色に。どうなの最近の高田さんのやっぱレースって言ったらもうやっぱ伸び方仕様やんか。そうですね、あれはもうプロペラがそうなってるってことな。プロペラと整備とまあいろいろひっくるめて、うん、そういうスタイルです。今はもうあんだけ伸びたらやっぱ気持ちいい、楽しい、どんなんでもやっぱ伸びるん、うん、だいたいそうですね、はい。それはどこで発見したわけ？私まず自分という人間を見誤ってたんですけど。どういうことどういうこと？なんかこう客観的に見てこの人はこういうレースする人、こういうレースする人ってあるじゃないですか、うんうんうん、スタート一気でまくっていく人、はい、差しがめっちゃ上手い人とか、うん、私去年の半ばぐらいまで、うん、自分は道中の粘り強さとかが武器やと思ってたんですけど、うんうん、ひかちゃんはそうじゃないよと、うん、ヒカちゃんはスタート行きタイプよって言われて、うん、初めてあ自分ってそういうタイプなんやって気づいて、で、はい、もっと伸びつけれるようになったら、うん、もっと楽しくなるしもっと楽になるでって言われてから、うん、勉強し始めました。それはちなみに差し支えなければ誰に言われた？細川優子さん。はあ、細川さんもそういうレーサーですもんね。はい、バチコーン伸びて攻めていってっていう感じやったやんか、はい、はあ、それちょっと嬉しかった。あれそうなんやと思って、うん、でその後西村美智子さんに、うん、なあ私こうやって細川さんに言われたんやけどさって言ったら、うん、え気づいてへんだよアホちゃんぐらい言われて周りは気づいてた自分だけ気づいてなかったんや。そうなんですよ、自分だけ気づいてへんで、うん、はい、でやっと、はい、今気づいてというか今、まあ、楽しく勉強してます。じゃあそれでちょっと吹っ切れた部分があるんですね。そうですね、なんかこう自分の武器を磨いていくのがすごい楽しいというか、今これからね、すごいよ、うん、伸び仕様の調整で今後さらなる豪快なレースを見せてくれるであろう高田光選手に要注目ですよ。いやでも最近ワンちゃん元気な。最近ワンちゃん元気です。ワンちゃん飼ってんね。ワンちゃん見たい。めっちゃしゃくれてんねやろそうなんですよそうなんですよ、ちょめっちゃしゃくれてるって本人が言うからさ、はい、いや本当にめっちゃしゃくれとるんですけど、うん、今日は明日から平気なんだもんで、うん、ちょうど実家に預けてきたところで、それワンちゃんみたいな抜群に、はい、しゃくれてるんですよ。言ってた言ってた。90日休みだからワンちゃんにとってはめっちゃ嬉しいことだから。確かに飼い主さんとねずっと。いやでもすごい、じゃあ充実した休みではあるんですね。そうですね、はい、今までできひんだこととかを、うん、結構できるので。だからまあ休み明けまた住之江入るかもしれないですけど、住之江のイメージいかがですか？え、もう全然行きたくない。やめろよやめろ。何来るんかと思った。そうボートレース住之江の番組やなんかね超苦手なんですよ。あ、じゃあここで、ね、だからなんかどうにか好きになりたい。あ、何水面がやっぱり、うん、水面となんか知らんけどいつもプロペラ調整も合わへんし、なんかねえあんまりエンジンの引きも良くないから、だから全体的にもういいイメージがまだないんだ。そうなんですよ、だから好きになりたい、ね、分かる、ね、好きになりたいから呼んでください。昨日までは行きたくないと思ってたけど、うん、もう今から行きたいと思ってだからボート見せちゃいます2じゃないよこの番組これボートの時間なのこっちは住之江派でやってますから。そうですね、そうですよ、はい、すぐに行きたいって言ってください嘘でも、はいで、はい、プレゼント欲しいんでしょ急なんですけど。お、プレゼントなんかあります？あ、なんぼでも。あ、ちょっとなんか探してきてくださいよ。あ、今ですか？ちょっと待ってくださいね。はい、いいですね家でかそうじゃない？家のどの部分なんでしょうね、こここれ絶対でかいぜこの家、ね、ちょっと待ってくださいね、うん、私ねちょうど私片付けがすごい好きなんですけど、あれやろ整理収納アドバイザー2級持ってんのやろ。はい、何なんそれ。整理収納の、うん、
アドバイス。そのままやアドバイザーですから。あ、まあ、アドバイスというかこう、はい、なんか、まあ、この資格持ってたら人とかにも教えてあげられたりとか。おお、ありがたいですね。その中から何くれんの？あ、じゃあ何個いります？何個いりますって言ったら何個でもくれんのかいな。たくさんありそうでした、うん、言ってみましょう。3つぐらい、ちょっと3つぐらい、わ、うん、かりました。ほんならじゃあまずこれ1個、うん、はい、1個、レディースあ、この間のレディースオールスターのパーカーや、はい、それかわいいね、はい、あ、かわいい、それめっちゃかわいいね。これしかも1枚しかないからサインとかいらんもんね。名前入ってるもんね、胸に。これはいろんな人着れるんじゃないのかな、うん、はい、しずなみまつりちゃんの、玉川の、あ、そうです、 T シャツ、はい、まつりちゃん T シャツ L サイズ、 L サイズね、いや着れるね、はい、それサイン入れれる？入れます、はい、入れます。ありがとう、誰かに引っ張ってもらってな。そうします、うん、でも一人しかおらへんから今家に、うん、めっちゃアピールするやん、めっちゃアピールするやん。ほんまに私一人ですよアピールいらんねん、それ。一人しかおらへんから、うん、しわ、へなへなしてたら、あ、ほんまに一人ない、思いながら。じゃあしっかりかけてたら誰かおったなって思う。あ、じゃあ最後これ、私がずっと着てた。わー、見る見る、よく見る。見ます、うん、あんま、私結構上からジッパーのやつ着ちゃうので。113機同期のやつやろ。 あ、そうです、うん、あ、いいやん、ワッペンまでついて、これワッペンっていうか、これはあの新人ワッペンなんで、はい、若い時から来てました。ほなそれを3名様にプレゼントじゃあもらうね。はい、ありがとうございます、本当に、はい、じゃあちょっと休み明けまでまだ長いですけど、ファンの皆様に最後一言お願いします。絶対にパワーアップして帰りたいと思います。これからも最後まで諦めないレースするので見ていてください。はい、ありがとうございます。ということで高田ひかる選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで高田ひかる選手からパーカーと T シャツをそれぞれ1名様にプレゼント。番組ホームページからご応募ください。相変わらず元気でしたね。面白い。そして本当に、ね、髪の毛の色がどんな色になるか気になりますね。交互期待ですけど、交互期待。いや、プレゼントも3つもくれましたので、たくさんありがとうございます、ぜひともね、パワーアップした高田ひかる期待したいと思います、はい、さあということで今週もこの辺でさよなら、また来週。次回のボートの時間は大阪支部の若手女子レーサー赤井セリナ選手がリモートで登場。ボートレース住之江では5月17日から日本財団会長期争奪第35回住之江王冠競争が開催されます。最新情報はボートレース住之江のホームページをご確認ください。ウィークリー大阪支部、ご覧の選手が優勝を飾りました。おめでとうございます。ボートレース住之江から視聴者プレゼントのお知らせです。ボートレース住之江ペア有料席ご招待券を10組20名様に、そしてオリジナルクオカードを10名様にプレゼント。番組ホームページからどしどしご応募ください。